メンバー愛を確かめ合う録音選手権ということで、録音ですよ。もう第4回目ということでね、はい、もう、まあ、でももう長いからね。どうですか、ミツさんは。わかんないと。ひとさんは調子が良ければ全問正解。おー、すごいですね。全問正解してほしいですね。僕のことに注目してほしかった。欲しかったね。欲しかった。もう諦めて、俺たちのこと諦めて、もう諦めて。最近ロクが買った大きい家電とは。あ、家電。これはもうでもね、もう分かりやすいかも、これは。わかりました。結構さ、話したよね、これは。これはね、これ結構話したよ。もうね、うるさかった。せーの、ダンサー。はい、エアコン、俺洗濯機。あ、洗濯機、冷蔵庫。はーい。え、洗濯機？俺相談されたんだけど、エアコン。はい、答えはエアコン。寝室のエアコンだとパワーがちょっと弱くてリビングにまだ届かなくて、この夏を越せないと思ったからエアコンを買った。一人しか正解しないわけ。そうだったの。こんだけ不正解ってことは多分アンしか知らないんだよ。もしかしたらそうだね。みんな知らないやつ。ロクの家にある加湿器の台数は、これも俺聞いたことあんな。俺は言った気がするよ。だってなんとかなんとかフルマックスだもんなとか言ってた気がする。結構喉がやられてた時期があったじゃない、はいはい、その時にこの話をした気がする。だって俺言った気がするもん。せーの、はい、どうぞ。3台よ。答えは3台。え、なんで4やってんの。なんで指は4なんだよ。リビングと寝室と、あとリビング。リビングと寝室とリビングにあるやつですね。なんでこれは最近ちょっとロクが風邪、喉風邪ひいたっていうか、喉がちょっとやられたみたいな時にこの話したよね。ちょっと言われてる。言われました。なんかちょっと怒り気味です。ロクさんは一回一回ちゃんとこういう、俺は言ったよと言ってくれるんですね。ロクの好きな油そば屋さんはどこだ。油そば。これでも結構分かる人は分かる。一個しか知らない、うん、俺有名な油そば一個しか知らない。俺も知らん。せーの、どうぞ。見えねえ。え、春日亭。え、春日亭か。え、情熱の何それ。何、どこ。毎回のみんなで行ったんだよね、池袋に。情熱なんとかみたいなことで、でもなんか油そば食べてもう仕込まれ、もう消すな。早いよ、消すの。もう諦めが早い。答えは春、日、手、春日手。やばい、うまいよね、本当に。ちょっとやばい、マジでうまい。待って、お前全問正解じゃん、今と。俺、ロック好きなのかもしれない。もうちょっと。ロクはライブのたびに〇〇の予備、うわぁ買っとけばいいな、買っておこうって思うんだけど、そのライブで使える予備とは何の予備を買っておこう。思ってるだけで買ってないってこと。買ってないよ。あ、そう、いつもライブのたびに、あ、そうだ、これの予備買っとこうって思うんだけど、ライブ終わると忘れてます。ライブ中にも使ってる。にもこれじゃなかったらもう分かんないわ。せーの、ドン。イヤモニと、あ、マイクが予備ね。俺笛で、あとサングラスはライブ中に使っかけてる。イヤモニ、扇風機。あ、俺パックの方だと思った。あー、受信機の方ね。そう、はいはいはい、よく忘れてくるじゃないですか、で家に戻る。あー、そういうことね。あ、じゃあイヤホンじゃなくてパックの方ね。パックの方、リクトンパックの方。あ、耳の方。耳の方。こちら答えはこのマイクのヘッドを見せかけてイヤモニパック。え、イヤモニパックの、パックです。衣装がさ、パック。待って、こうたまにポケがついてない時あるじゃん。え、まさかイヤモニじゃなくて、引っ掛けるやつがさ、ロケのイヤモニパックはもう
バリンスって言ってあれしちゃってんよね。あー、パックの方か、これか、ヤモンパックが今。あー、これでかいな、これすごい、すごい、俺これ全問いけんじゃない。電池とか、あとこのイヤホンとかいう人はちょっと惜しい、でも結構ロクのこと見てくれてると思うから特別にプリティ66ポイントをあげちゃう。プリティ66ポイントが入ったぞ。すごいな、それいつ使うんだよ、いつ使うんだよ、そんなの。ロクが最近好きだなって思ったドラマ、うわ、もうこちらのタイトルをお願いします。もう分かったんだけど、タイトルが出てこない、そう、タイトルが出てこないんだよ。タイトルが出てこないんだよ。これなんか2個に分かれてるやん。2個に分かれてる、なんていうのかな。あ、うんうんうん、2個に分かれてるんで、うん、ちょっと片方でもあったら 0.5 ちょうだい。せーの、どうぞ。ボクシングのやつ、俺ブラッディーブロードみたいな名前じゃなかったっけな、ブロクシングのやつ、ブラッディーバウンド、ハウンド、うん、ハウンド、ブラッディーハウンド、うん、これもう前ブラックミラー、前ハマってたやつ、ブラックミラー、もはや今じゃないか。ないわ、サンクチュアリーの次に見てたやつ、ブラッドハウンド、サンクチュアリーみんな見てる、ブラッドハウンド、ブラッドハウンドはね、もうずっとこれ言ってたよね、正解、本当おすすめ、本当に韓国のドラマなんだけど、これもね8話ぐらいでサクッと見れて、ありえない展開がめちゃくちゃ待ってる。僕が最近新発見した、びっくりした体の変化は、事件がありました。ちょっとチラッと、じゃあ皆さん、回答オープン、バン、アイロンが頭皮について、それがハゲて治らない。俺アイロン10ってなって暑さを感じなかった、痛みがない、指紋消えた、指紋が消えた。アイロンが10ってなって指紋が消えた。これはマジでロクのことを本当に見てないと分からなかった、分からなかったです。正解はアイロンでジュッてなって右手のここにロクほくろあったんだけど、アイロンでジュッてなってなくなった。これ聞いたわ、マジすごい、そんなことある、これマジでめっちゃ間違えて、わし、あのこうどっちもぼーっとしてて、わしがここに手あるの気づかないでアイロン置いたらここにジュッてなって熱っってなって、でちょっとなんかやけどしたかもみたいになって、こうほっといたら血出てきてかさぶたになって、で結局あのほくろがなくなったっていう。それその後なくなってもう一回ほくろ出てきたらめっちゃ面白いな、ね、いやちょっと黒くなったなと思ったらほじくり返して4点、2点、2.5 点プラス66プリティ66ポイント1点で社長1点ということで、今回はね、あの社長さんが B ということで、はい、1週間、ロクのいいところをね、はい、インスタのストーリーにこれ公開してたから公開するということで、でも俺ロクのいいところ結構知ってるから割と1週間余裕ということで ね、 でもちょっと悔しかったのはなんか普通にもっといけると思ってたけど全然知らん問題って。でもこれをきっかけにね、ロクにはもうなんか僕のことをもうちょっと知ってくれたら嬉しいので、はい、はい、こんな結果になりました、ロクでした、はい、ありがとう、はい。